日参考書解説。トピック別英文ライティングフレーズ集プラス。トピック別英文ライティングフレーズ集プラスは、2021年にプレイスから出版され、最新の入試データと著者の田上先生の寸大での英作文指導実績をもとに、トピック別に多くのフレーズを配列した参考書になっているぜ。主な特徴は以下の通りだわ。先述したように教育、環境問題、交通、医療など、トピック別にフレーズを配列したライティング用のフレーズ集で、オンライン授業や AI、SNS、YouTuber などかなり最近のトピックまでカバーしているのがこの本の強みだぜ。大学入試はもちろん、英検やTOEFLなどの資格試験にも使えるわね。また、トピック別のフレーズ収録だけでなくグラフ説明問題や数量表現、語句の定義説明問題に対応した説明活用表現のパート、英文を書く際に間違いやすい基本文法事項を詳しく解説した書くためのミニ英文法、英文を書く上で知っておくと役立つアイデアの数々を紹介したライティングあの手この手、自由英作文に取り組む上でのちょっとした秘訣を公開した自由英作文チップスなど、英文を書くのに役立つ資料コーナーがかなり充実しているぜ。かなり完成度が高くまとまったこのフレーズ集だけど、あえてデメリットを挙げるとすれば少し覚えづらいレイアウトである点。フレーズの収録量がかなり多いのである程度英作文を書けるレベルになっていないと消化不良になってしまうかもしれない点だわ。残り時間によってはやるところを絞った方がいいかもしれないぜ。では他にもある英作文フレーズ系参考書らと比較していくぜ。まずはドラゴンイングリッシュだな。ドラゴンイングリッシュは英作文の鬼と呼ばれる竹岡弘信先生の超有名な著作で、英作文を書くのに必要な技術を凝縮した、厳選された100の例文を、他の例文や回答の英作文を作り上げていくステップを含んだ解説とともに学習できるわ。非常に量が多く、解説がないこのトピック別ライティングフレーズ集とは対照的なフレーズ集と呼べると思うぜ。また、ドラゴンイングリッシュは音声があるので音声を使った学習もできるわね。続いて大学受験スーパーゼミ徹底攻略、パターンで覚える英作文品質分類360だな。基本300分類と、それを踏まえた応用60分類の2ステップで構成されており、文法項目ごとにまとまっているため学習しやすいのが特徴だわ。収録数が多い分、ドラゴンより解説量は少ないが文法項目ごとにまとまっているのでかなり整理しやすく、特定の文法事項について聞いてくることが多いわ。文英訳に強く出られる印象で、かなりスタンダードで使いやすいフレーズ集と言っていいと思うぜ。360の例文を覚えるだけの時間があれば、迷ったらこれにしとけと言えるぐらいの参考書だわ。さらにドラゴンイングリッシュ同様音声の学習もできるわ。続いて新基本英文700選だな。英語の構文、文法項目別に英文が配列されているフレーズ集だけど700とかなり収録数が多いだけあって、かなり英文パターンを網羅しているので、そのパターンを使いこなせるようになれば相当英作文に関して強く出られると思うわ。それに加え、和文英訳だけでなく英文和訳もできるようにしておけば、理論上ほぼ全ての英文の構造は自分で解釈できるかは別として理解できる領域にはいけると思うぜ。英語が得意な高1生や高2生が早いうちからやっておくと相当力がつく参考書と言えるわ。また、この新基本英文700専門音声で学習ができるわね。じゃあ結局このトピック別ライティングフレーズ集は何がすごいのかという点だが、やはりこれらの参考書と違ってトピック別という唯一無二の配列で大量のフレーズが収録されている点だと思うぜ。和文英訳に強く出られる印象が強い他のフレーズ集だけど、自由英作文に強いフレーズ集は大学受験用だとおそらくこれしかないんじゃないかと思うわ。ただ、他の参考書より解説は乏しいと言っていいし、ある程度自由英作文が書ける、基本表現を抑えた上で使わないとただの丸暗記になってしまい、消化不良になってしまうと思うぜ。そのため英作文を書けるようにするフレーズ集というより、ある程度過去問に立ち打ちできるレベルになって、なお時間がある人が穴をなくすためのフレーズ集だと考えて、これを使うようにしてみてほしいわね。また、フレーズ集の部分以外の文法のコツや自由英作文の品質パターンの書き方を解説している章がかなり有益で、自由英作文に取り組む上で知っておきたい重要情報が満載なので、その部分も他のフレーズ集と比べプラスアルファでいい点と言えるぜ。では最後にトピック別英文ライティングフレーズ集プラスについてまとめると、トピック別に並んだ唯一無二のフレーズ集、SNS やワクチン、ウイルス、AI など最新トピックのカバー率が高い、自由英作文に強い、量が膨大で解説もないので取り扱い注意、フレーズ集以外の部分もかなり有益。最新トピックについてのフレーズを押さえたい人はぜひ使ってみてね。次回の日にち参考書解説は栗原の古文単語教室。東進実力講師による講義と単語集を融合した唯一無二の古文単語集。豊富な図版やイラストで、単語の成り立ちや意味変化などの理屈がわかるから覚えやすい。見出し語数375、収録語数685と難関第2も十分な単語量を収録。覚えやすい古文単語帳を探している人は絶対チェックだ。それでは次回も、ゆっくりしていってね。